日本大阪府大阪市旭区大宮大宮は、大阪市旭区の町名。現行行政地名は、大宮1丁目から大宮5丁目。旭区の中心部に位置し、旭区役所も当地に所在するが、おおむね住宅密集地である。北側を淀川が、南側を城北川が、いずれも清流する。城北川の上部は、阪神高速12号森口線で覆われている。 東側を国道1号線が通り、地下を地下鉄谷町線が通る。2、3丁目の東に仙林大宮駅があるが、所在地は森正寺2丁目である。かつての東成郡古市村大和南東の一部で、あるが大阪市への編入後、南東町が大正末期から昭和初期にかけて大宮町、大宮北の町、 大宮西の町などに細分される。1971年に住居表示を施行。大宮町とその周辺の町とともに整理され、現在の町名、区域となる。大宮三丁目に鎮座する大宮神社に由来する。かつての大宮町の地名は1929年に成立した。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、朝日区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。